始まりました活弁シネマクラブ、えー、今回の MC を務めます映画評論家の森直人と申しますどうぞよろしくお願いします活、えー、弁聞き慣れない言葉かもしれませんが活動弁士の略でございます、えー、活動弁士はサイレント映画の上映中に語りを加え映画を楽しむ豊かさを提示されてきた方々です、えー、この番組では動画配信を通して映画を楽しむ豊かさを視聴者の皆様に届けていきたいと考えておりますというわけで,ですね、えー、今回のゲストなんですがまあ隣にいる あら、いつもはいいつもお世話になっております。こちらこそ。あのまあ今回ねあの滑面シランクラブに二回目の登場最初のあの大高さんとのゼロ回のはいゼロ回に続きあの登場なんですけれども映画ジャーナリストのジョックオシンさんこの滑面シランクラブの企画プロデューサーでもある。恐縮です。はい。 えー、じゃあちょっとざっと、はいえー、プロフィールをご紹介させていきただきいます。 江信、えー、映画ジャーナリスト、えー、1988年中国上海生まれ、えー、2007年に来日し、えー、立命館大学卒業京都にいらっしゃるということです、ねまあ、ずっと関西に住んでいて、うん、なるほどなるほど、まあ、大学は京都なんですけどずっと大阪に住んでいますねなるほどなるほど、はい、で2008年から中国の映画専門誌「関 <laughs>、はい、電園」えー「電映世界」えー「ポータルサイトシナ」「ーフなどで日本映画の批評と産業分析を続々発表、えー、2011年以降毎年東京国際映画祭などで是枝裕和 黒澤清役所広司川村元気など日本の映画人を取材し2016年には北京田園学院に論文「0年代の日本映画平穏な変革」を発表これ読みたいですね <laughs> <laughs> 平穏な変革いい言葉、ねはい、中国サイドの SNS ウェイボーのフォロワー数は222万人すごいですね毎日日本映画の情報や分析を発信中日本映画プロフェッショナル大賞選考委員ウェイボー公認映画ライター年間大賞選考委員そしてウェブ番組 え、活命シネオクラブの企画プロデューサーというこうね、まああの若きエリートでございますけれども、いいはい、ええ、あのちょっとね今日はジョさんにいろいろねお聞きしたいんですよ。あの中国のはい映画史上総括というまあ。 えお題なんですけど、まあ、それにとらわれず、はい、ちょっと日本,日本と中国、はい、あるいは日本映画と中国映画ここ10年をね、はい、あの一番こうじっくり見てきた方だと思うので、はいい、ね、いろいろお聞きしたい、うん、まずちょっとそのデーパート1「データでわかる2018年中国映画史上外交」なんですけども、はい、今ねその中国の映画界というのはもう 要はもうハリウッドに次ぐぐらいの市場規模になっててたまに抜いたりするぐらいの感じになってますよねそうです毎年、うんまあ、旧正月の,、うん、あ,のあの月は大体北米を抜いて,て,て、はい、45年前からあの、うん、中国の方があの、まあ、春節、まあ、旧正月という時期で、うん、あの映画を見る習慣ができててそ,でその後ずっと毎年そこでいろんな、うんまあ、いわゆる対策がそこで集中で 上映しててでまああの多くの人があの旧正月で自分のふるさとに戻って映画を見るっていう昔のなんかね、うん、日本のそう正月はみんなで映画を見ようみたいな正月日本みたいに日本は正月で寅さんを見るっていう感じですね。そうう 今年は結構やばいことになっています、そうなんだ。ワジスか。<laughs> うん、ちょっとね、じゃあ去年のなんか、はい、データを見せていただいてよろしいですか。すね、結構ね、こう、えー、ち中国知らない中国映画と、はい、あのハリウッド映画が半々って感じ。ですね。うん、でも上位は全部中国映画ですね。確かにね。はい、面白いのはあの一、うん、位と二位は全部さっき私が話したあの旧正月の時で。うんあ 上映した作品で。じゃあいわゆるその娯楽対策みたいな。まあ、娯楽対策ですね。うん、まあ一位は割とあのまあ戦争映画なんですけど、ね、ちゃんとしたエンターテインメントのまあアクション映画です。オペレーションレッドシー。はい、これも日本、うん、去年あのシネあ東方シネマで六本木でやりまして。なるほど。はいはい。はい、で二番目はまあシリーズ化してまああの。 チャイナターン名探偵まツーっていう一応結構あのその時はあの工業収入自体がそんなにま高くいってないんですけども口コミはすごく良くてで中国はもう完全に口コミを重視するまあ世界になっているのでそこで爆発的に人気になっててみたいに作って口コミ SNS ってことですかねあの例えばそのワンのこうワンをこう上映してその後 えー、例えば配信 DVD みたいな状況でいうとどうなんですか中国 DVD もないんです、ね、ないですよね D DVD の時代も多分特に、ね、あの6年7年前からもう,う消えた状態でなんかね日本って一番そのパッケージがしつこく CD もそまだねそうですけどす、ね、世界で一番しつこく残ってる国かもしれないですよね,すね、はい、あの マニアが僕もそう多いんだと思うんだけど。しかもねあの日本のそういう豪華版がちゃんとしたまあものなので僕も結構買いましたね。やっぱあのねメイキングがあり特典が山盛りあるっていうのがちょっと日本独特のあれなのかもしれない。中国の映画ファンも実際あの今中国国内の映画もほぼ DVD 化とブルー映画化とかしないので逆に日本が発売される DVD とかブルーレイの中国屋を買う中国人が今結構いらっしゃいまして。なるほどね。あの。 確かに来月かさ来月ハオベッキーが日本でブルーレイ化されるらしくてあれ結構チャンカイコさんの名作であれも結構中国でも話題になっているんでブルーレイ発売するんですよって結構注文が多分殺到しましたねアマゾンにじゃあその配信ではハオベッキーっていうのは気軽には見れる状況にるんですかいつでも見れるいつでも見れるんだけどもやっぱりパッケージが出る日本で出るとなるとマニアはどよめく そうな状況。中国は結構、まあ、あの、もう、余談になるんですけど。どんどん余談を、かましてください。D. V. D. と、あの、ブルーレイは、うん、正規版が、もうん、そもそも最初からそんなに発売されてない。っていうか、際どい余談が。あの、じまあ、前は、あの、上,、まあ、の上映される。 作品自体だから「ビービリボロレモン」ももちろんそういう発売される作品も限られているので、うん、でもマニアたちがやっぱりいろんな映画見たいんじゃないですかそういうマニアたちが自分で海賊版作って <laughs> <laughs> 売り始めて <laughs> なるほどね、はい、海賊版っていうのがそのちょっと前の文化としてすごく実はあったっていう。 もう本当にそういう海賊版もう今度チャンスがあればぜ,ぜひ森さんに1枚ぐらい渡したいぐらいおも <laughs> しろい。でそういう海賊版の作り方としてはね、うん、あのまず各区の映像をチェックして、うん、どこが一番綺麗な映像をそれを映像をその例えば日本版がいいとしたら日本版の映像をつくっ使ってあ<ー>で音,音声はあの英語と日本語とあ全部。うん まとめてで字幕もちゃんとつけます。ちゃんとしてるじゃん。ちゃんとしてても世界で最もいい DVD と確信できますけど、まあ今海賊版ですけどすごくできています。リージョンコードみたいなのっていうのは全部フリーにしました。フリーにした。そうだな、すごいよな。しかも豪華版も豪華版のままに値段はじゃあ安いんですか。安いんですね。あの普通のスタンダ。 合格版の場合は、まあ、場合によって違うんですけど,ど一番高いのはあのザザロードフリングの時は。うん 多、ね、1000円ぐらいですね、日本だと1万5000円ぐらいのやつは1000円ぐらい、です <laughs> 結構、衝撃的な話がたくさん、意外になんか知らないものなんですけど、あのー、本当、近くて遠いというかね、そうですね特に映画状況はすごく違うので、なんかもう、うん、日本のある監督は、毎回中国に行ったとき、いろんな海賊が勝っに戻,、うん、戻りましたという話が、あ確かにね、いろんな作品見れるんで、安いし。うん なるほど、はい、でもまあそういうこともありつつ、はい、やっぱりその興行というか客あの集客自体すごく伸びてるっていうことなんですよね。そうですねなんか年間データとして高収入まあこっちもねあの、はいえー、億円でありますけどこれもうね日本と一桁完全違うんですよね。そうですね今は 1>, あ1位が589億円。はい、はあクラクラするな。<laughs> <laughs> 動員がもう世界一位、講習が世界二位というふうになってる。う,はい、うん、スクリーン数も世界一位なの。スクリーン数も世界一位ですね。成長率18.3%って、これめちゃくちゃ恐ろしい成長率ですね。ちょっと僕も出身じゃないんですね。うん、成長率が。<laughs> あんなに映画館作るのいいのってずっと思ってて。うん、でも結局もう、結局去年から、まあ、去年から一昨年から、結構問題が。うん うん、やっぱりあのちょっと地方都市が映画棚が多すぎて見に行く人が少ないっていう事情もありましてこれからどんどん減るかもしれないです。じゃあちょっと今バブルっぽいというか立、ねうん、てちゃえっていう感じが序、ね、さん上海でしょ、はい、やっぱり中国って広いからその、はい、いわゆるもう都市部のすごさと、はい、やっぱり地方のしんどさっていうのは日本よりもダイナミックにあると思うんですけども、はい、かなり違う状況としては。 そうですね、もう中国人口がやっぱり多いなのでたと、うんうん、え都市部と地方都市が差があっても、うん、地方はまあちゃんと映画館一都市が4つ5つぐらいでしたら全然大丈夫だと思いますけど、うん、日本みたいに地方で映画館1個しかないみたいな状態ではないんですけれどでも今地方20個ぐらい作っている都市が <laughs> みんなやっぱりお,お金を儲けたいっていうか稼ぎたいっていう気持ちが。 あるので、まあまあ、結構投資して映画館だけじゃないんですよショッピングモールもいっぱい作っちゃってあんまりにもそんなに <laughs> 必要がないっていうことなのでいわゆいるショッピングモールの中ではシネコンみたいなノリで,で、うん、うそれだったら日本の方があの東京や都市部にミニシアターとか集中して、うん、あの地方がちょっとその本当のショッピングモールの中に1個とかっていう意味の格差では大きいのかもしれないですね。もう1点がありましたのは、うんうん 中国ほとんどミニシアターがないんですよ。なるほどね。あの点が結構日本と違って、まあ多分はっきり言えないんですけど、95%以上は多分シネコンですよね。シネ逆に言うとその日本の特にまあ東京ですよね。このミニシアターがこれだけたくさんあって機能しているというのは世界でもまあまれ。まれですすごい特殊なんですよねそもそもね日本の。僕もね結構中国で特に大都市上海とか北京であのミニシア が、もしできれば、今政策的には問題があります。できないっていう政策があった。できたらね、絶対うまくいけそうな気がします。ねそうですか。その土壌は整ってるかと思いますね。あれはもう海賊版育ちの。映画マニアが。なるほどね。あんまりにも多すぎ。だから毎回、あの上海国際映画祭と北京国際映画祭、毎年2回行っていて。あれも失礼な話なんですけど、あれ映画祭というよりは、映画特集上映会みたいな感じで、普段、あの映画。 自分好きな映画が映画館で見れない方々が映画祭で検閲がやっぱり緩いんで<あ>いろんな作品が上映できるので,で、ね、やっぱりみんなあのもう本当に休みを取って映画を見に行くマニアたちがものすごく多くて。うんうんうん ね、上海に住んでた時はもうあの四川省に住んでいた友達が2週間休みを取って上海毎, <laughs> 毎日3本4本ぐらい映画見に来たんですね。<laughs> ハードコアなシネフィルがいるそ,ういうその一人ってことですもんね張さんもね。ああそ,その2007年の,その10年間の間でじゃあ日本映画とこう中国映画をこう並行して見て何かこう一番10年で変わったなと思うことっていったら何になりますか そうですね中国映画だと、うん、この10年間の変化結構激しいだと思いますね、うん、10年前に来た時は、うん、中国の年間工業収入はまだ日本以下なんですよそうなんだ、はい、それってやっぱりその国の規模を考えるとかなりまだ映画文化が浸透していない状態と言ってもいいかもしれないですよねそう,そうですねやっぱり、ね、10年前まだ中国は いわゆる急成長したばっかりというか、うん、まあ急成長する前の時期なので、うん、まあみんなそういうお金があんまりエ、うん、ンターテインメントに払うお金がないので映画見るっていうかもうご飯を先に食べましょうみたいな話なのであ、うん、だからあの中国映画をたくさんお金買かかって作る中国映画投資者も自信がないんですね。あの時はあのちゃんと 対策作りたいのはチャンイモとかチェンカイコまあ要は巨匠たちしかないんですね。第五世代というで第五世代ですね。あとジャジャンコはもう地道に自分でやっていってる言っていたんですけど、でそこでそこで見た中国映画は10年前に見た中国映画は一番印象に残ったのはねあのやっぱり中国でもお金をかかればちゃんといい作品作れるなってその10年前はそう考えました。でその10年を経ってて今から振り返るとやっぱり 経済成長が不信任ないほどそういう、ね、映画業界に影響を、うん、与えましたね。うん、ねだから今あのもう映画好きじゃない人が、うん、たくさん映画作っちゃって、あなるほど、なるほど。それは結構あの <laughs> 作品の質にはちょっとあの申し訳ない気持ち入っていて。うんうん くが多いんですすね失礼でけもまあさっきのシネコンが急増してるということと同じ状況ってことでしょうね。もちろんいい作品もちゃんといい作品を作りたい方もこの23年どんどん出てきたのでいい作品はちゃんといい作品をたくさん作っていて逆にそういうバブル的な作品をたくさん作りましてまさに去年のランキングモモネさんご覧のとり3位ニセクスミじゃないこの作品もあの。 対策でもないし、うん、ただ社会派映画なんですけど。どでもちゃんとした、そういう、まあ庶民的な、うん、あのいわゆる社会問題に対する。テーマを描いた作品なので。うん、これは製薬会社、運動みたいな話、ね、ってことですかなので、はい、結構、あの、みんなに。 好評で興行収入は30億円に来ました、ねうん、でもねそのなんか製薬会社をテーマにした社会派作品がちゃんと3位に来るっていうのは健全ですよね、はい、そうですね日本だとむしろまあね、例えば万引き家族みたいな映画になるのかもしれないけど、はい、ここまで来ないよないうな来ないですねうん。もあのこの偽薬品じゃないっていう映画の話も結構中国の映画ジャーナリストとか評論家たちかと話しましたけど、うんうん まず日本はこういう映画たとえ撮っても無理だろうと、うんね、見に行く人がもうあの社会で今いる段階が中国とあんまり違いすぎて、うんうん、日本前なんかねあの今井正さんとか山野里夫さんの時はそういう社会派映画をやっていたら、ね、みんな見に行くんでしょうですそうそうそうこういうものがねあ<ー>結構あのやってたらみんなやっぱり今社会問題がある という関心を持って見に行こうっていう。今の日本はこの10年ぐらい住んでいてそうではない気がします。確かにね。本当はね、あの日本の社会問題だけだし、あのこういうでかい社会派があってもいいんだけども、なぜかこういうムーブメントにはならないんですよね。そこも前回ゼロ回の時も大竹さんもそうおっしゃいましたね。もっとそういう社会派の問題をテーマにして作品撮るべきだ。そうですね。普通のそういう 何々の実写化ではなく、多分ね潜在的要求としてあるはずなんだけども、多分そのサ、ね、あの自信がないのかもしれない。うん、これは一つ問題提起としてありますよね。そうですね。四五年前に韓国のがトガニとか、そう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 。そういう映画も、でも中国でもものすごく影響を与えられていて。 ああいう映画も韓国ちゃんと政府に文句言ってる映画が結構撮られて撮ってるんですよっていう作品があって俺たちもこういう映画撮りたいっていうああちゃんと影響を受けてるはい、はい、韓国映画は割とそこは健全かもしれないですよね健全とトガニがちゃんと社会現象になるそういう願いもそうだしそうですよね、はい ちょっとその市場占有率ということでいうとやっぱり中国映画 62. は62.15%、いうん、まあ6割これはど,どう見ますか6割あの国産映画っていう状況っていうのは。というのは。そうです去年結構国産映画検討していたと思いますね、うん、ただねあの今中国はやっぱり日本と全然違うのは、うん、海外映画自由に上映できない<う>まだそういうあ段階なので去年は一応。 外国映画が124本上映されましておととしよりは3本ぐらい増えましたねあ3本じゃあまあ横ばいに近い全体の公開本数は508そうですね日本映画この15本っていうのは多いんですかこれは多いんですね多いんだ最近ご存知だと思いますけれど日本政府と中国政府は結構仲良くなっていく傾向で日本映画の上映自体がだんだんだん 環境自体がよ,よ,くよくなっているのでまあ去年は15本で一昨年は多分11本ぐらいが入りまして<ー>今年は間違いなく20本超えると超えるだって今2月末でもう6本ぐらい上映、ね、<laughs> しました、ね、じゃあ割とこういう傾向にあるんですねそうです、ね、その日本のランキングもあるんでしたっけあありましたね中国国内で当たったこれをちょっとじゃあ拝見しいます、はい ドラえもん 2>,、はい、2位がね隣のトトロなんですよねこれいきなり、ね、これは、ね、<laughs> <laughs> これはなぜ、うん、なぜですねなんかねあのもういろんなあの関係者と、うん、あのジャーナリストとマネき聞いてるんですけど、うん、まあジブリー自体が、まあ、海賊版時代からずっと中国で ものすごく影響、まあ人気がありまして、うん、もう宮崎駿さん監督はもはや神です。あ,あ、そうなの、ね。アニメ界の神です。神なんだけど上映できない。上映できなかったんだ。<laughs> 不思議なんですね。でも、えー、おそらくあの検閲とかジプリ作品、うん、検閲とか問題ないと思,い,、ね、思いますし、なぜ、うん、かずっと上映できないことにしてて、うん、で去年があの 確かに夏休みの時、うん、上海でそういうジブリ展、うん、まあ展覧会が一回やりまして、うん、結構ものすごく影響が広がっててたくさんの人が見に行ったんですねしかもグッズも結構売れてるということで、うん、まあジブリが中国というマーケットをやっと分かるようになった気がして。うんうん 映映画上映しませんかっていう話ようやくですね。と、うん、ドろはじゃあみんな見てるんだけど、ね、いわゆるスクリーンで見るのが初めてだっていうので大ヒットしたうそうです、ね、初めての人が多分ほとんどですね、うん、で私も日本に来て10年で,でジブリの作品の再上映ほぼないんじゃないですか<ー>日本でさえ再上映が上はね少ないジブリの作品で,、ね、で中国で。 僕も今回、あの一月、中国に戻った時、初めて劇場で隣のトトロ見ました。あ、はい、<laughs> そ <laughs>、えー、すごいな。でもやっぱり。ここでね、はい、あの最上となると、まだ公開されていない、はいえー。日本映画の、あのヒットしそうなお宝はたくさんあるっていうことは言えますよね。と思いますね。うんうん、あの、結構韓国はこういうやり方が。 ずっとこの10年というかずっと続いているので,、うんうん、で韓国は結構名探偵コナンが人気がありましてあ<ー>で,でも今毎年新しい劇場版を上映することはもちろんなんですけど、うん、昔やっぱり上映されていない作品ももう一回大きいスクリーンで見たいっていうファンが多くて毎年やりましたね,あのねそういう再上映。 だからこういうことも中国で全然やっていきますしうだってこうと隣のトトロの今あの日本円になると27.9億円、はい、でもおそらく1 9 8八年のトトロの工業収入では全然あの時こけてるんですよねトトロってあのホタルの墓とね日本立てで実はね <laughs>、はい、この名作日本立てがこけてるという恐ろしい過去があったんですけども。 でね、だから「ドラえもんとと、はい、ロコナンと来て」と、はい、きてすごいですね「万引き家族、ね」ねうん、家族本当に去年まさに奇跡なんですね。うん、あいうこういう作品で中国であの歴代実写映日本の実写映画歴代最高記録更新するなんて思わなかったんですね。 あ、あれってどうなんですかあの君を紛のまあ映画紛土ですけど紛の川を渡るあ,、はい、あれってよくそのねあのマンハントにもまああのリメイクされましたけど、はい、中国で人気の日本映画としてはよくあれ一位ですね。<laughs> ああ,あれを抜いたってことなんですか？あれはねあれも。うん 具体的なデータが残されていない。な,いなるほどね。これ聞いた聞いてよかった。<laughs> はい、あれで、ね、1976年の作品なんで、でね、まあだいぶ前でちょっと一色単に扱うことはできないって感じなんですね。万引き家族って中国でどういうふうに受け止められたんですか？作品自体としては、家族の話だと。うんうん やっぱり欧米の方より東アジアの方が日本に近いってずっと思っているのであ,のあまり感情的に移入しやすいしでなぜそんなに大ヒットしているかというと僕そういうえっと中国の映画配給会社の担当者といろいろ話聞いていてやっぱり結構奇跡なタイミングで公開されたっていうことは結構大事だなっていう話が。なぜかとというと中国夏休み 7月と8月、7月1日から8月31日までお夏休みなんですうん、うん、毎年決められていてその2か月間は基本的に外国映画上映禁止されてるんです。 あ、そうなの。これも知らんかったな。はい、はいはい。うん、でまあでもこの,この2、3年間はどんどんちょっと緩くなっている、ていでもハリウッドハリウッド対策はもうダメです。ダメなんだ。ダメそのじゃ時に万引きをやってたっていう,う。奇跡的に万引きがやりましたね。8月6日ですね。じゃあハリウッドにかの対策をこう抜けられたっていう <laughs> <laughs> のもあるんだ。そうですね。うん、いくつかあのそういう。 タイミングで上映、いいことがありまして、まずは、パラムトールを取ったこと。なは、うん、やっぱりそれも大きいんですか、カンヌのパラムトールっていうの。プラス効果ですね。プラス効果程度。な、なんでなんていうかね、あの、実は去年。是枝監督、もう一作、三、うん、度目の殺人も上映されまして。あ本当だ、十年、ね。データ見たら、わかると思いますけど。うん、あんまりにも悲惨な数字なんですけど。是枝 <laughs>、うん、監督の作品だけだと、見に行かないんですね、<laughs> うん、やっぱり。 パルムドール撮ったのももちろんいいだし、うん、一番いいのは、うん、あのいわゆる DVD が発売されてないあ見れない見れないことなるほどとあと宣伝が今回中国最もでかい会社が宣伝協力がやっていて、うん、中国で今あの最も知られている日本映画監督だと、まあ、宮崎駿岩井俊二、うん、でけし、うん、さん。ん タケさん、北村たけし。やっぱりそこはでもヨーロッパとかと同じですね。同じで次はクレダさんなんですね。ヨーロッパと同じですね。ヨーロッパは同じでクレダ氏も最近ものすごく人気が上がっている日本映画監督、海間田英利からずっともう前新作発表されるたびにもまた素晴らしい作品撮ったなっていうまあマニアたちの中では結構話題になっているんですね。で今回もこういう パルムトールもあって、うん、公開時期もすごく良くて、うん、でさらに日本の興行収入もよ,よいっていう情報も入ってて、ねうん、まあプラスアルファの松岡真由とか、まあ、そういう俳優とか出演するとかるあ,あとイベント結構やりましたねこれは多分<う>あの中国側の、えー、と配給会社が結構積極的に日本側とやり取りして日本側もギャガさんが、はい、結構もっとこの映画多くの海外の人を見せたいという気持ちで。うんうん まず6月、うん、えっと中旬ぐらいで上海国際合戦で、うん、中国プレミアム上映されましたね、うん、でもここの間監督の松岡真由さん、うん、あと上海里君さらにわざわざ上海で、うんうん、そうかそれ記事読みましたね、うん、歌挨拶2回しましたね1000、まあ、人席の劇場で2回でも満席しかもあ,あの作品があ,あの時はちょうどバルムトを撮ったばかりなので、うん、で映画祭っていうで映画ファンが 集まる場所あれが見たい気持ちが多分森さんもご存知だと思うあ,、はい、ああいう作品を見たいっていう映画ファンの気持ちで,で結局チケットが2万円1枚になって、はい、<laughs> いる時代になそれもニュースになってまあいろんな全部いい,ことがないいことが重なっていてその上映もものすごく好評なんですよ。で配給会社もあんまり早く公開したいっていう気持ちがあっていろんなそういう、まあ、いわゆる集団を なね、使ってでっっあんな強みに公開すするっていうことですねそうそうだからこの,あの15本の順位を見てみると大体東宝映画なんですけども、はい、その中でそのギャガー制作配給の万引き家族が入ってるっていうのも面白いなと思ったんですけど逆に言うとその東宝映画自体はまだなかなか出てないんだっていうことですよね。 中、一般のお客さんだと、うん、東方であれ、松竹であれ、わからない。あ、そうですよね。そういうブランドイメージっていうのは。だって、ドラえもんとか、うん、名探偵コナンとか、鎌倉物語。うん、日本は投稿配給なんですけど、はい、海外は東方と関係ないんです、ね。あ、また、全、ま、く切れちゃう。わけですよねです海外だと、ドラえもんと、あの名探偵コナンそれぞれ、なんか、そういう専門的なアニメ会社が。ありまして、うん、えっと、鎌倉物語は、ニテレさんが。うん あそかそうかしてるとる、ね、あのミックスはフジテレビさんなるほどね多分昼顔もフジテレビさんそかむしろそっち側で考えた方が分かりやすいのかうう東方に聞いても分かんない分かんないですね、うん、日テレフジテレビに聞いてくれってそうか3度目もフジテレビでいいフジテレビですね、まあ、多分ね東方映画は水蔵 君の水道を食べたいぐらいですね。うん、そのといわゆる東方神宗。純粋と。そテレビ局って考えた方が。わかりやすいのか。はいね、なるほどね。あ,あと万引き家族の話戻るんですけど。うん、やっぱり是枝さんが。まあ、あの、さっき宮崎駿さんが、もうアニメの神って言。うん、言ったんですけど、是枝、うん、さんも結構今。キューブで。すごい。うん アジアの最,最高点にある監督として中国に認められているのでだから万引き家族を上映するということも、うん、あの中国の文化人もすごく公平にも思っていて<ー>みんなあの、まあ、要は無料で。<laughs> あの有名人があ「あなるほどこの映画を見てください」とかまあ有名な歌手も歌を作ってインスパイアーソングみたいな。なのでこういう宣伝効果がやっぱ中国全部ネットなので、うん、パーって1か月ずっと続いてやって。うん、有名人だとあの 今日ウェブっていう SNS じゃないですか。はいはい、フォロワースでも1000万人。そこのなんか規模もやっぱりすごいですよね。そう、ね、<ー>発見力は半端ないです。バーでフォロワー2000万人のあのアーティストがこれを見てくださいとか言ったら、うん、普通お金かかるんですよ。なのにもう本当に自分がこの作品が好きだから。うん いわゆる既存のメディアとインフルエンサーの影響力っていうの結構逆転してる感じでですすか逆転ね既存のメディア特に紙媒体とテレビ局はもう社用化というかもうそろそろ終わっているおかしくないっていう状態に対してやっぱりネットがすごく今発達していてさらにそういう個人一人一人の力がものすごくありますのでその人に頼んで宣伝したらうまくいけそうな。 うん、気がしますっていう思いを持っている専伝会社が多くて、うん、そこで逆になんかそういうなんか個人の影響力みたいなものをこう裏で利用するみたいな動きっていうのはないですか。うん、いっぱいありますね。結局だからそれ起こるとね、ねちょっと、はいね、あの元も子もなくなるところありますよね。うん、はいうん、でもやっぱりなんかね。 日本って割とその既得権益がしつこいというかまあ良し悪しだと思うんですけどもあのそのパッケージに関しても割とあの世界でも稀なぐらいねしつこく残るあの国ですよねおそらくね。だからその分ちょっとその新しい動きっていうのがえややこう抑えられ てるっていう感じはあるのかもしれない。日本は特にそうですね。うんうん、やっぱりそう見える。そう見えますね。<ー>なかなか変わりたくないっていうか、うん、今のまでいいんじゃないっていう考えを持っている方がやっぱり多いね。うん、海外海外勢力もそうなんですよ。うん、国内で十分だと思っている、うん、多分映画会社の方がまだ結構いらっしゃいますので、うん、やっぱり過去の成功体験というところにまあよく言うけど縛られるみたいなところはあるのかな。国内だけでもし、うん、あの利益が 出せばもう十分じゃないかなって思って、うんうん、海外もし海外進出だと不況になっちゃう可能性もあるかもしれない。あ,<ー>あの映画作品だけじゃなくて、あのアーティストさん、への確かに。はいうん、まあかけではあるけども。そ,ねはい、それでもね、こんだけ市場が10倍違うとなると、ちょっと見過ごせない。<laughs> そうです、ね。もう本当あの日本も過渡期に入ってきてるんだろうなっていう気がしますけどね。多分いろいろ可能性がありましたね。うん、もうインド映画もチューブで大ヒットするということもありましたね。うん インド映画と中国映画のその関係性ってどう、どうなんですか。関係性結構やってる。えー とかは結構やってもう結構やってると言ってもねこの2、3年を結構やってましたね。どうどういうやつですか？日本で当たったやつであります？やってないですね。やいダンカルっていう映画があるんじゃないですか？あはい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 。あれは結構大ヒットしましたね。あ200億円弱ですね。あすごいですね。あれをきっかけに一昨年あ日本は去年か。あれをきっかけに去年インド映画は 十本弱でいろいろ上演日本負けそうじゃないですか。じゃ上映されていて、えー、去年も一本確かに百二十億ぐらいのインド映画があのまあチューブで中ヒットですね。いや百二十だともうレディープレーン近,、ね、近いですも、ねうんね。その半分ぐらいだ。やっぱりあの中国の人。 インド映画に対して別にインド映画見たいという気持ちは最初はないと思いますまあ日本もねちょっとマニアックな扱いですからね基本的にはまだでもそれを何だろう見て話自体が分かりやすい感動あと踊ったり歌ったりっていうかまさにエンターテインメント神話性は高いわけですねそれを見て結構インド映画面白いなっていう話がネットでバーッて流れ 主人公の、まあ、日本語がわからないアミル・ハンアミル・ハンさんが、うん、中国も,もう国民的なスターにそう <laughs> なって <laughs> <laughs> いて <laughs> この人があのあ主演する作品が結構去年上映されましたね。 見る反つながりで、<laughs> <う>日本もねあのもちろん、はい、あのよく知ってる方はめちゃくちゃ知ってるし、はいうん、あのインド映画でもねそのバーフバーリとか、バーフバリー、ね、バーンとね言ってるのはたくさんあるんですけども、でもなんかちょっとやっぱ規模感がね、うんバーバーリ、ちなみにバーフバーリは結構中国大公開しましたね。あれダメだった、なんででしょうね。<laughs> あれはやっぱりちょっとあの話の流れとしては。うん なんかね、ハリウッドの対策と似てるじゃないですか。<laughs> はいはいはい。あれはダメなあ。あれはダメなんですか、ね。え面白いな。だからハリウッドオッケー、バーファリーはちょっと違うな <laughs> うみたいな。そ,それこそ、そうそういうことがあったこそ。<laughs> <laughs> 日本へは可能性があると思いますね。なかで対策じゃなくて、うん、こういう感動系、ねうん、まあいわゆる人間話の話の方が受けやすいかもしれない。なるほど、はいはい、バッファリーないっすもんね。ねその割とヒューマンドラマの構造というのがやっぱり強い。ねうん、バッファリー結構ピカテリで半年ぐらいやってるんじゃないですかいうの。<laughs> <laughs> 日本はもうねカルト的カルト作になってけ <laughs> す、ね。ねはい いいや面白いですね、はい、だからねあこ知らないことだらけだなって今は思います <laughs>、はい、やっぱ面白いですね、はい、そうなんだ、はい、うんそっかそれでねこのちょっと他にもいろいろお聞きしたいんですけども、はい、やっぱそのアニメっていうのはねーさんも「目覚め」がアニメだったっていうことで、まあ、今回も「ドラえもんも」も1位が「ドラえもんですからね「はい、トトロより上」っていうやっぱりこの辺の「コナン」とか「ドラえもん」うん っていうのはもう人気コンテンツみたいなことで定着してる感じなんですかそうですコナンとかドラえもんはやっぱりあの昔テレビで放送されたことがありまして、うんうん、まあ私たちの世代今20代30代の方が子供の時結構見ていて、うんうんね、見て育ってられた人たちと今私たちの世代がもう30代まあいわゆるもうそろそろ お父さんになる年齢なる子齢も連れて見に行くっていう、うん、まあドラえもん自体が結構中国でもうすごくいいアニメとして認識されているのでる、ね、あと「ドラえもん」がなぜ前と去年も結構27億いきましたあ去年失礼しました、うん、2017年おととしも27億円ぐらい来きましてじゃ、うん、日本とほぼ近いぐらいのそうですね,ね,ですねまず「スタンド・バイ・ミー」の上映が。うん ものすごくあの影響あの3 d のあれですねスタンドバイミーが日本より上ですね確かに。工業収入が95億ぐらい行きましたねあれがねそのいわゆるドラえもんベスト版的なあの話なので余計この吸引力があったのかもしれないですよねあれも3 d 技術もあまり山崎監督いろいろ中国やっぱり3今 日本みたいなそういうドラえもんみたいなアニメもほぼやらないんで全部 CG ア,ア,アニメーションをやってるので<ー>なかなかあのこういうアニメ作る必要あるかっていう話が出てきたんで <laughs> そもそも確かに、はい、CG3D アニメが世界的な潮流であって。 で日本みたいに 2D 昔ながらの 2D アニメをこんだけたくさん作ってる国もうほんとそれはちょっとあの日本の中で漫画とアニメっていうのが独特の発展の仕方をしたっていう歴史があるからだと思うんですけど、はい、まあ特殊 『ドラえもん』の場合も結構さっきっあの「スタンド・バイ・ミー」のことがありまして、うん、やっぱりいまあ、未だに「ドラえもん」はすごくいい映画毎年発表されているっていうことを、うんまあ、多くの人に知られていて、うん、で同じくその「スタンド・バイミ・ミー」を配給する中国の会社が、うん、そのあと毎年それに「ドラえもん」の劇場版もなるほどしかもすごくいいタイミングで上映するような工夫をいろいろやってて<ー>で公開時期がもうまさに万引きタグと同じ、うん、DVD まだ発売されてない。うん ともう一つすごくいいのは中国の子供の日で上映するっていういやいな計らいといいますかまあもう当てるようにちゃんと考えて時期もやってるわけですよねノミタの高島もあの一日目は初日があの12億円ぐらいいきました半分三分の1ぐらいの工業収入祭りですねもう祭りですそうなんだなるほどな面白いな。 なんかそのでも、何で言うんでしょうねじゃ日中合作みたいな方向というのは可能性としてはどう考えていらっしゃいますか私個人的には日中合作はやっぱりあのイギリスとアメリカを一緒に映画を作ることよりは難しいと思いますね。 なぜかというとイギリスとアメリカは両方とも英語をしゃべっていますしアメリカ自体も結構イギリス文化を受けて今成長してでも日本と中国近いんですけど遠いってこれ本当今日のテーマですよね近いいんだけど遠ってまずは言語の壁がもちろんありましてあと俳優どの国の俳優を使うかこのバランスがどう把握するか。 結構難しいもちろんね日中合作で結構前からあるんですけども、はい、これうまくいかないですよねうまくいかないんですね、うん、例えばそのなんだろう 日本だと今そのいわゆる黒澤清さんとかまあちょっとカンヌ常連みたいな方の,その深田さんとかはまあフランスからちょっとねあのオファーがあってコラボレーションするっていうあの状況はまあ,あくまで小さい規模ですけどあるんですけどもああいう形っていうのもやっぱちょっと。 難しい可能性があると思いますよあ,あの、うん、黒沢清監督も前取材した時、はい、実は前黒沢清監督あの1905という作品が、はいはい、中部で撮る予定なんですけどあの例のねあの例の事件があってポシッチャってやつだったんですけどでも本人がめちゃくちゃ撮りたいんですよその後もいろいろ聞いてるんですけど、うん、でもその企画した段階とその後の、うん あの時期がもう中国人俳優のギャラが信じられないほど変わっちゃっても今も結構難しくなるっていう話を聞きましてでもなぜ、うんはい、か画策というかあの中国と日本もし一緒に映画を作るならまず国籍っていうことを捨てて作品を撮った方がいいじゃないかなと思います。国籍ででいいろろ挑戦きることが あるじゃなぜかというともう日本のミステリー小説が中国はあんなに売れている東野慶吾さ,さんとかね。なのでこういう話も中国で受けるっていうことが事実なので、うんうん、それが別に登場人物が日本人であれ中国人であれ関係なく、うん、ちゃんとしたミステリー映画、まあ、サスペンス映画。うん とっていたら、うまくいけるんじゃないかなと思います、ねうん。その映画以外の、その日本文化っていうのは、はい、あの、どれぐらい浸透しているもんなんですか？中国では結構浸透していますね。それは、例えば、その映画でいうと、この海賊版というものが下地にあ,、うん、あったものに似ているのか。うん、要するに、その個人とかインディペンデントのレベルで勝手に仕入れちゃうみたいなところがあったのか。それとも、もう本当にその。 あの国時代がその辺文化規制の緩和っていうのがあってもうどんどん受け入れるようになってるのか。 映画は多分、ね、一番厳しいですね,ね、うん、あの小説とかは普通に中国で発売されてそうだよ、ね、昔から聞きますもんね、はい、普通に村、うん、上春樹さんも結構前から「のむよの森」も中国大ヒットでし、うん、その後の発売された小説もその前の発売されて全部中国で結構開け圭吾さんもあのう、ね、東野圭吾さんの小説確かに でもね実は海賊版と海賊版はね、うん、ドラマの海賊版がありましたね。百岳<ー>の時は、百岳、はい、のドラマがチューブでめちゃくちゃ人気になっていて、うん、そうなんだ知らなかった。<laughs> <で> <laughs> 海賊版海賊版まあ海賊版、うん、その時も海賊版の DVD よりはネットでダウンロードできる時代になって、そこでたくさんの人は見ていて、うん、東野敬吾っていうサッカーがより多く一般の人が その名前広がって。それは例えばその字幕とかついて。はい、字幕つきます。ちゃんとやっぱりだ快速版じゃないですよね、レベルがねもう字幕、しかも字幕作る人が全部無料でやります。ボボボランティアで。へえ。すすごい。だからねその。 僕音楽好きなんで音楽っていうのはその割と国境越えがあのできるじゃないですかで,で,す、ね、でもその例えば小説だと翻訳という作業がいるし、はい、映画もやっぱりそのね字幕っていうのがいいますよね、はい、でもちゃんとそのボランティアいまだにいますよ。<laughs> そう,なんそういう字幕組っていうグループが多分100個ぐらいあります、ね、<へー> <laughs> <laughs> 自分が好きなあの、まあ、作家先生とか監督俳優その好きなファンを集まった字幕組がそれって商売にしようっていう発想にはなってこないんですか商売は、まあ、商売したらでかい字幕組だと、うん、あの CM とかあ<ー>あー CM というか広告要は少,少しくらいはあ,のありますけど、うん、でもほぼ趣味で。 えらいっすね。なんかでもそういうの本当に逆,逆の意味でえらい,、ね、いっすよ。それ、はい、だってね、本当その見たいという欲望に忠実に、うん、でみんなでシェアしようっていうことですもんね。うん、すごいのはあの前あの友達一人でずっとそういう字幕組の仕事をしていたって、うん、その時ナルト結構中国で流行っている,る、うん、まあ七年八年前の,、うん、のアニメが、うん、毎毎週放送されてる、ねはいたのに日本で放送され で三十分で字幕付きの中国版で出てきました。同日やくれたね。能力がすごいですね。すねんみんなじゃあ,あれかその別に来日しなくても日本語勉強したりして、はい、ギャーってやっちゃうん、やっちゃうんですね。しかもあのそういうでかい作品だと一、うん、つの字幕みじゃなくていくつか、うん、もうアニメだと。うん 十0個くらいの字幕組が全部ワンピースとかナルトを作るんですよそういう競争意識がありましてなるほどね他の人よりはできる早く正しく作りたいっていう競争意識ねオリンピックがすごいてバーって作っているんですねへえ、それも知らなかったな面白いな東野慶吾の先生の話も戻るんですけどまあ白夜行があってまあより一般的に知られててそこで2008年でしたもう日本切 で、で年目すね。者 X の映画があれも結構重要な事件というかあれが結構中国で好評で映画の方です映画の方映画の好評でで本ももちろん映画がすごいだから本もたくさん売っていて容疑者 X はちゃんと公開されたされてないんだけども話題を読んだんだね あれもギャガリレオシリーズが、はい、も,もちろん海賊版で見ている人が多くてもう完全にそのゼロ年代の末はもう東の慶吾の名前出せば南に見,見,見ますねっていう、えー、実に面白いというあの実に面白い <laughs> さ,さ,さっぱりわからない <laughs> <laughs> あ流行ってたん流行ってるんですねすごいですね、はい、容疑者スがそうあれがね いわゆるガリレオシリーズの、まあ、スピンオフ的な立ち位置の作品だったんですけどそれが中国では一つのちょっと日本映画文脈でいうとこのエポックになっているところがある、うん、これも面白いですね中国あの多分昔からこういう日本や,やや社会派のテーマが入りつつ、うん、ちょっとミステリー的な映画が好きなんですよ。 あのさ、40年前で中国で大ヒットしましたね。容疑者 X って確かにちょっとく一番暗いですもんね。ねあのあ<ー>本当に昔の横溝ミツオやあのね、松本清張とかの世界にも通じるようなミステリーの醍醐味がある。 これも傾向として面白いな、はい、だからそういうのもね、分析していけば日本の出方もちょっと変わってくるかもしれない、はい、そう、去年の祈りの幕が下がる時も、うん、あま<の>、うん、れも上映した方がいいとずっと思ってるんですけどうん、うん、でもなぜか中国の配給会社がそういう点を全然わからなく結局海賊版で、うん、あのややられて すごく評価が高かったです。やっぱり <laughs> あの似たようなさ物物語じゃないですか。そう確かに、うんあ。あれも完全に砂の器なんですよ。現代版の。<laughs> はい、好きなんだな。好きなん、ね、ああいうの。なるほどねあ。あれはやっぱり日本と中国に似てるところなんです。うん、あれは欧米さん通じないかもしれないですね。ね、うん、確かに。<laughs> はい、おっしゃる通り。本当だな。